ショーケースに並ぶ色とりどりのジェラート。真庭市のジェラート醍醐桜では、ジャージー牛のミルクを使ったジェラートが楽しめます。おすすめはもちろん絞りたてミルク。滑らか。口の中に入った瞬間、とろっと溶けていて、本当に濃厚のミルクを飲んでいるような感じです。ミルクはお店から車でおよそ2分の場所にある牧場で絞ったもので、その日のうちにジェラートにします。ジャージーってちょっとしかミルクは絞れないんですけど、その代わりとっても濃厚で味わい深いミルクになります。ジェラートの味は今は9種類、緑茶やいちご、あんこや酒粕など、季節に合った地元の食材を使っています。地域の農家さんとかと売れたよとか、一緒にそういう喜びをシェアしながら、地域と一緒に育っていけたらと。岡山が誇るご当地の味覚をジェラートで召し上がれ。